この動画では学校の授業の補助教材や会社での研修動画などの指定した動画を視聴してもらいその感想を回答してほしい時に使う動画感想アンケートを作成してみます Google ドライブの「マイドライブ」の中に「初めての Google アプリ」というフォルダを作成しその中に「初めての Google フォーム」というフォルダを作成し さらにそのフォルダの中に新しい Google フォームのファイルを作成します回答の内容を集計したスプレッドシートを作成する際も同じフォルダの中にファイルを管理できます Google ドライブの中に「初めての Google アプリ」というフォルダと「初めての Google フォーム」というフォルダを作成しそのフォルダの中に「動画感想アンケート」というフォルダを作成します 作成したフォルダをダブルクリックして、フォルダ内を表示し、新規 Google フォームをクリックします。すると、このように、無題のフォームが作成されます。この動画で作成するフォームでは、このようなことを想定しています。この動画のリンクにフォームの仕様をまとめています。このようにタイトル フォームの説明や質問といったフォームの内容を作成していきましょうまず「無題のフォーム」と書かれているフォームのタイトルを変更します「仕様」から「フォーム名」のところをコピーしてフォームのタイトルの部分に貼り付けますタイトルを変更したら「無題のフォーム」の部分をクリックしてファイル名も変更しましょう「仕様」をまとめているシートから「フォームの説明」の箇所をコピーして フォームの説明の箇所に貼り付けますフォームのの説明のすぐ下に動画を表示しましょう。動画を追加をクリックします。動画を選択の画面で URL をクリックします。使用をまとめているシートの URL をコピーして貼り付けましょう。挿入したい動画を指定できたら選択をクリックします。無題の動画と書かれているところに、 仕様をまとめている Google スプレッドシートから内容をコピーして貼り付けましょう。動画の左上部分の点々をクリックするとこのようなメニューが表示されます。お好きなように設定を変更してみましょう。ここでは特に変更せずにこの欄外をクリックして表示を閉じます。ここからフォームの質問内容を作成していきます。質問をまとめているシートの上から順に作成していきましょう。 質問をまとめているシートから質問タイトルをコピーし初めから作成されている質問のタイトルに貼り付けます質問の形式を均等メモリに設定して必須に設定します均等メモリの最小値を1最大値を5に設定し1のラベルに仕様をまとめているスプレッドシートから内容をコピーして貼り付け 同じように5のラベルにもスプレッドシートから内容をコピーして貼り付けます次に作成したい質問も均等メモリの形式なのでコピーを作成して編集しましょうコピーされた質問に対して質問タイトルを仕様をまとめているスプレッドシートからコピーして貼り付け1のラベルと5のラベルにもそれぞれ 使用ををままとめてているスプレッドシーートの内容をコピーしし貼り付けましょう。新しく質問を作成し質問のタイトルを仕様をまとめているシートからコピーして貼り付け質問の形式を段落としましょう新しく質問を作成し質問のタイトルを仕様をまとめているシートからコピーして貼り付け質問の形式をラジオボタン 選択肢を使用をまとめているシートからコピーして貼り付けを行うことで一気に作成しましょう。回答を必須にしましょう。新しく質問を作成し、質問のタイトルを仕様をまとめているシートからコピーして貼り付け、質問の形式を段落として作成しましょう。ここまでできたらデザインを変更します。 テーマをカスタマイズをクリックしてヘッダーの画像をお好きなものに変更してくださいデザインの変更ができたら画面上部の設定ボタンをクリックします回答者が行える操作他のユーザーのテキストの回答と概要グラフを閲覧する だけににチェックが入っている状態にします。プレゼンテーションタブをクリックし確認メッセージに仕様をまとめている Google スプレッドシートから内容をコピーして貼り付けをしましょうここまでできたら保存ボタンをクリックしますこれでフォームの制作は完了です作成したフォームへの回答を集計する Google スプレッドシートを作成します Google フォームの編集画面から回答タブをクリックし 新しいスプレッドシートを作成を指定して作成ボタンをクリックしますするとこのように Google スプレッドシートのファイルが作成されますこの Google スプレッドシートに送信された回答が保存されることを確認しましょう Google フォームの編集画面から画面上部にあるプレビューボタンをクリックします この回答画面から実際に回答を送信してみましょう回答の送信を行う際フォームを正しく作成できているかなど動作検証を行いましょう「必須」として設定された項目全てを入力し「送信」ボタンをクリックしますそして回答を集計する Google スプレッドシートのファイルを確認するとこのように回答が自動的に記録されていることがわかります Google スプレッドシートに記録されたデータは Google スプレッドシートのさまざまな機能を使用して分析することができます Google スプレッドシートの活用について詳しく知りたい方はこの動画とは別の再生リストや電子書籍で Google スプレッドシートについて解説していますのでそちらをご参考ください作成したフォームの検証を完了したら回答してもらう人への案内を行います フォームの編集画面から送信ボタンをクリックし回答してほしい人にメールで案内したりリンクを伝えたりウェブサイトに埋め込んだり SNS で通知するなどさまざまな方法で案内してください最新のバージョンで Google Chrome を使用している場合はプレビュー画面から URL バーの右側にある こちらの QR コードのボタンをクリックすることで QR コードを生成することもできます。回答者が回答しやすいような案内方法ができるよう工夫しましょう。この動画では特定の動画を Google フォーム内に埋め込み感想をヒアリングするフォームを実装しました。動画への感想以外にも製品サンプルの使用感想やフォーム内に画像を埋め込んで ヒアリングを行いたいときなど応用できますのでぜひご活用ください。